くってことですね。つつましくつつましく、うん、写真載せるぐらいだったらいいですよね、うん、こんな感じで。金さん元気そうだった。うん、ずっと金さんと喋ってたよ俺。金さん相変わらずやったね。久々の東京が楽しめたようで良かったです。楽しんできました。歌広さん、歌広さんともだいぶ久々に会ったな。浩二さん、 VTuber のこと知りたいんですよって言われて、めちゃくちゃホロスターズをしてきました。で、アクアさんとも喋ってきて、アクアさんとは一緒にワタメイトバー行ってきたね。俺がいる極楽コラボありますね。そうだね、極楽湯行きたいですね。ワタメイトバーの方々は和幸を優しく受け入れてくれたみたいで、いや本当にありがたかったですね。みんなありがとうな、俺を受け入れてくれて。俺すげえ嬉しいよ、とっても嬉しかったよ。会場に祭壇があったんですけど、写真撮らせてもらいましたよ。ワタメイトバー行きたかったけど一人で行くの緊張する、なので僕アクアさんに連れてってもらった感じでしたね。写真 X でたくさんアップされてましたね。ですね、はい。結構 DM 来たんですよね、これ上げていいですかって。いや、フリー素材なんで全部上げてくださいってちゃんと返しました。終電間に合ったんやね。はい、なんとか間に合いました。これワタメイトバーのね祭壇です。ワタメイトバーかなり。和幸、ワタメイトバーで何頼んだ？ライフガードソフトドリンク何ありますかって言ったら、ジンジャーエールとライフガードって言われたから、ちょっとライフガード頼んじゃった。で、僕とアクアさんとホロソクさんで座って、ここであのホロソクさん撮ってもらった集合写真ね。多分ホロソクさんいないよ。集合写真撮ったのホロソクさんやった気がする。うん、ちなみにこれ分かりづらいけど、うん、アクアさんのパーカー、港アクアさんのパーカーやね。真ん中がにね、ちょっとねアティシーって書いてあるから。このお店どこにあるんだったっけ、何駅やったかな。東京でちょっと遠かったんですよ、ね、東京駅からほんのり離れてた気がする、うん、ボルトルームのやつか。あー、そうじゃない、確かなんかそんな感じやった気がする。僕ね、ちょっといろんなものねもらってきました。お見せしましょう。ついに、はい、ワタメイのパリピサングラス、めっちゃ欲しかったねんな、これ。ワタメイとプロフィールカード、これ首からぶら下げるらしい。韓国限定のこちら、うん、これはマジで初めて見たわ。これ韓国限定のアクリルキースタンドあるんだね。そう、韓国カフェでコラボしてたもんね。グッズ無限に増えてきたから。さっきシシロンとスバルがスト6やってて、おーおー、すげえ。タッグで大会出ようって誘ってて、おーすげえ。スプーン2の大会ないかもな、このゲーム。まだあったっけ、ちょっと思い出すか。あの3オンと5オンの大会はいくつか覚えてんねやけど、スプーン2はあったかな。アキラさんと出たやつはあったわ。ラプラスカップ、確かに2オン2あったな。すいません、自分が出た大会忘れとるわ。対戦相手を敵としか思えないってヘラってた。実はね、対戦相手って敵なんだよな。だからなんか間違ってはないよ、どっちかが勝つためにやってるから。対戦相手イコール敵では。ランク帯限定の大会を選ぶと言ってたね。おー、めっちゃちゃんと出ようとしてる。まあ皆さんご存知の通り、ランク帯無制限やとほぼ確実にレジェンドが来ますね。僕も何回かその実況解説やらせてもらった時に、なんか最高ランクがマスターよりかは最高ランクレジェンドが来るってことの方が多かったな。アイアンで大会出る無謀なやつがここにいますよ。いいっすね、もう今アイアン希少価値高いから。まあ次現地ですけど3月16か7ですよね。簡単な覚え方としてはエキスポとかぶってるって覚えたらいきやすい。アクアさんとワタメイトバーに行ってる時にめっちゃいい助言もらいましたよ。3オンの大会は今後何回でもあるけど、エキスポライブは1回しかないって言ってた。めちゃくちゃいい写真、うん、もういろんなねグッズをねお渡しされて非常に嬉しかったっす。浩二さん、これこれこれみたいな。東京行ってゲームしなかったん、ほんまに
初めてレベルかもな。基本はゲーム絶対すんやけど。もっと写真見せて。はーい、うん、集合写真も撮ってきましたよ。これ X に上がっとったね。うん、ゲームするタイミングがなかった。全員ワタメイトです。ワタメイトです。映像は4周年記念ライブですかね、だったと思う。いい写真でした。これ極楽湯のこれめっちゃ欲しい。このグリーンバッグに飾りたい。4期生極楽湯すいません、僕実は4期生極楽湯僕マジで行ってきましたよ。俺行った時はシシロンのお湯やったわ。でちゃんとあの4人のコラボメニュー食ったからめちゃめちゃ量多かった。だからラーメンととんかつとカレーとみたいなんやったんやけど、一個一個のボリュームとんでもなかったから。あのネポラボなのですか、5期生や5期生です。え、てか4期生でやったの極楽湯マジ、それいつ。4期生のお湯はかなり、あとあれ俺もマジあのホロスタの極楽湯は行くから絶対。ちなみにこの話はね、ワタメイトバーでよくされましたよ。コウジさん、ワタメイのセカンド見ました、何々見ました。え、それいつ頃ですか。去年の6月頃です。あ、その頃僕何も知らなかったんで、その頃の私は無知でしたって言ってます。金デブさん、アクアさん、歌広場さんの4人で飯食いに行って、その時のお肉です。ワタメイトバー楽しかったな。1時間ぐらいおった、もうちょいおったかな、1時間半ぐらいおったかな。そういえば金さんは体調平気そうでした。平気そうだったね、全然問題なさそうだったよ。何時までワタメイトバーにいたの。7時半ぐらいかな、うん、終電が確かね8時ちょいやった気がする。他にもホロリスの人が経営しているお店あるんですね。あーマジっすか、行ってみたいですね。ハコスベールズさんにも認知されてて驚きました。おじさんナインさん見ました。うん、What? 教授 Who are you? 教授、おープロゲーマーみたいな言ってたわ。見た見た見た、それそこちょっと見たよ。おおミコピーって言ってたの見た。あー絶対俺のこと知らなかった。海外勢が僕のことを知ってるってことはもう絶対ないからな。ただふわもこさんのやつはまだ見てないな。てかふわもこさんの誕生日もうすぐじゃなかったっけ。今日なのですが、すいません俺ずっとこの祭壇おったよ。現地ならではです。現地の写真でございます。渡部振り返り配信してるよ、絶対見る見る見る。このサイリウムマジ使いやすかったやけど、めっちゃよかった。え、ファーストライブのダイジェスト映像が無料で視聴できるそうですよ、見たい。 もはやカラオケにあれやな、自分で歌いに行くんじゃなくて見に行くまでありますね。 VTuber の生ライブって想像つかないがどんな感じですか。いや、やっぱね、その場にいるって感じがめっちゃしましたよ。やっぱ圧あったわ。今回その生演奏のバンドもいたのでね、生音っていうの、生音切り抜き見れました、ありがとうございます。切り抜き上がってたみたいですね。アクアさんとも喋ったんやけど、今回一番印象の変わった曲がありましたね。フィンズという曲です。俺最初フィンズを YouTube で見た時に、あ、これポルノグラフィティ作った曲なんやっていう感想やったんですけど、現地で聞くと英語の部分みんなで合唱するからエモさが全然違うんですよ。 YouTube でパッと曲聴くのとライブで聴くので、あのイメージ変わる曲がめっちゃあった、うん、フィンズの場合スタッフロールの時も流れてたんで、やっぱなんか存在感はかなり違った。生マイソングはどうでした。めっちゃ良かった。マイソングはまあもともとやっぱ一番好きな曲やったから、ナウオンステップもやっぱ、うん、好きやで。ナウオンステップも覚えたな、あれ。一回2曲だけ座る場面があったんやけど、
次いつ立つんかなと思ったらやっぱマイソングのあのイントロで立ちましたね全員。あれはちょっと分かりやすかった、ね、あのイントロ流れた時はもうさすがにスタンディングですよ。タタ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 。明日の20時からライブのアーカイブ配信も開始ですね。スポーンですか、買おうかな。スポーン挑戦を続けるって言ってましたもんね。パンチ見えてて公開撤収だったらしいで、スパッツ履いてないんですか、ああいうのって。よかった。ドラムやってから急にナウオンステップ流れた時もテンション上がったな。このドラムで何すんのかなと思ったら、タラッタッタラッタッタタタタッタッタタ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